ABC テレビ、教えて、ニュースライブ正義の味方が30日、放送され、斎藤元彦兵庫県知事への周囲の主張の対応が特集された。斎藤氏が、県議会で全会一致で不信任案が決議されたが、当選後に手のひら返しが続出していることを指摘。中でも日本維新の会共同代表の吉村博文大阪府知事については、筋が通らない。めちゃくちゃ。 と告表された吉村氏は再選後に不信任決議を全会一致でやった議会の筋の通し方このまま何もなかったかのように通すのは少し違うのではないかと発言した社会学者の西田良介日大教授は地方議会における知事の不信任決議案というのは重たいんです国よりも条件が厳しくなっていますその中で維新の皆さんも吉村さんも含めて賛成した 維新は独自候補も立てた。にもかかわらず、維新の一部陣営は斉藤さんを押すとか、かなりおかしな動きをしてきた。筋が通らないと思うと話した。続けて、兵庫維新の会の代表は本件の責任を取って辞任までしている。だから吉村さんは、どこを向いても筋が通らない。維新の方を向いても筋が通らないし、斎藤さんの方を向いても筋が通らない。 かなりめちゃくちゃだと思うと試験を述べた。